Don't make it nice. はい、リップセクトのまさきとあゆみです。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。マスはちょっとずるくないですか全部言いますか。どうもどうもだけですか。どうもさて、先月の動画をご覧になってくださった方からお問い合わせがありまして、画角が見にくいと、先月11月の動画はこう上からの画角だったんです、本日はですね、ストレートにこう真っすぐの画角に戻したんです、で、そう、なんで上からだったのかっていうのも、ちょっと理由はあったんですけども、それがですね、こう YouTube のコメント欄なんじゃなくて、リップセレクトの、オフィシャルの方のお問い合わせで、きちんとお名前も書いていただき、いわゆる見にくいんだよとかじゃなくて、こういう価格の方がいいんじゃないですかみたいなご提案のご連絡をいただいたんですよ。あんまないんですよ、正直きちんとしたそういうご提案ってあんまないんですよ。なるほど。コメント欄でつまんねえぞとかさ、そういうようなことはありますし、ゲットアルでやめろとかどういうことオリジナルに失礼だ的な感じのことを書いてきたりとかね、まあ、そういう人はいるじゃないですか、お前が YouTube やめちまえよっていう話じゃないけどいや、あれさ、ちょっと面白い話があって。何ですか？ YouTube でオリジナルとゲットワールドを聞いてたら、あなたの動画にたどり着きました、もう全然クソだみたいなとこうやって書いたんだけど、オリジナルのゲットワールドを YouTube で聞いてる時点でお前ファンじゃねえだろって思うのよあれ恥ずかしげもなくよくコメントできるなとまあでも気づいてないでしょうからね、まあまあまあね本人気づいてないからあれなんですけど僕は分かりませんけど TM ネットワークのお三方がもしそのコメント見たら、DVD 買えよってDVD 見ろよってことですね。 DVD 見ろよ、ブルーレイ買えよみたいなことを言うんではないかなって僕はちょっと思っていますなるほどで、まあそれはさ、はっきり言ってまあスルーしちゃうんですよ、正直、だけどきちんとお問い合わせでいただいて、ふむふむ、なるほどと思ったので、今回はちょっとこういう形でやってみましたと、で、僕らも実際ちょっとまだ撮影中だから分かんないですけど、きっと多分このまま採用しようということになると思います、という感じでちょっといくつか変更点があるんで、ちょっとそこに触れていこうじゃないかと思います、まずはですね、リップデリバリーマンデーではリップセレクトの対決シリーズを、そしてリップデリバリーフライデーでは過去の楽曲のメモリアルトークを行っております。リップセレクトの対決シリーズでは勝者への商品を皆様から募集しております。 Amazon の欲しいものリストから応募していただき、ご協力いただく方には漏れなくチームセルフィッシュオリジナルタオルとマグカップをお返しとしてプレゼントしております。こちらですね、こちらをありがとうございましたというお礼でこちらを差し上げております、でそれとは別に、歩みに着せたい衣装と、あとまさきに作らせたいガンプラというのを募集しております。それは詳細欄に書いてございます。これ11月ぐらいから書いてあったんですけど、ご存知でしょうか。いや、分かんなかったです。あ、そう、いや知ってるじゃん、知ってるその歩みに着せたい新勝リストあんたが作ったんだ、あんたが選んだんだ知ってるよ。ついに歩みオフィシャル YouTube が動くんですかね、あ、そういうことなんだ。あ、なるほどなるほど、あ、それはもしかしたら面白いですね。あ、いいんじゃないですか。そっか、そういうことなんだ。このリップデリバリーとは関係ないわけですね。個人的なやつはそっちが動くんですかね。あ、なるほど。それはリップセレクトのチャンネルでやるのかな、それともリップ別のサブチャンネル出るんですかね。サブチャンネルが始まっちゃうんですかね。あ、なるほど。いや、もうそれはリップセレクトの中のコーナーで始めましょうよああ、それもいいですね。新たな、じゃあ歩み
なんちゃらなんちゃらみたいなのが一人リップセレクトみたいなのが出んのかもしれないしね。ああなるほど、それは楽しみですね、はい、で僕のガンプラの方は、はい、もともと誕生日に作ったリストなんですけども、うん、とある方からですね、はい、まあ、いっぱいいただいておりましてとある方って特定ですね、特定の方から送っていただいてそれはもう本当ありがたいんですよ、はいはい、ありがたいんですけど、はい、でもね、作る時間がどんどんなくなっておりましてで一応一生懸命こう シンセサイザーカラーに合わせて今ガンプラを作ってるんですよ、はい、だけど、まあ、時間も、まあ、作る時間もあんまりないし、うん、ちょっとあれなのでそういうの積みプラって言うんですよ、作ってないプラモデルを並べて積みプラって言うんですけど状態になってますのでと、まあ、それでもよろしければと、あ、いつできるかわからないけどっていう、あとそれはちょっと作ってる動画と、はい、あとその楽器を使った動画はそリップのチャンネルに載っけようかな、まさきのチャンネルに載っけようかな、じゃそれはちょっと考えます、はい、まさきのチャンネルあんま動いてないんで動かした方がいいんじゃないですか、そんなことないですか、はい、登録者数が向こう少ないんですよ、ああなるほど、で、うん、例えばライブ配信するじゃないですか、はい、優先順位が違うんですよ、うーん、リップの上なんですよね、ああなるほど、まあ、そういうのもあるので、もしかしたらリップの方でやるかもしれません、うん、まさきちゃんでもなくすかもしれないですなくすかもしれない、そんなにさあ、はい、で、はい、で衣装、衣装、ああ今日のどうしました、今日のやってましたこんな感じですかね、はい、衣装変わりましたね、はい、今月から何の衣装でしょう、え、なんか何の衣装、はい、何の衣装、どういうことですか、何の衣装ですか、これはどういうことですか、何用の衣装ですか、違います、オフィシャルのだからプロフィールの写真変わったんですよプロフィール用に撮りました、はい、これいやさっき2回目なんですよ、これ収録2回目なんですよそれで間違えますか、いえ、はい、プロフィール用っていうのを言っていただきたかったんですか、はい、はい、プロフィール用の新しい写真です、はい、今月の開放誌で詳細は多分出ますけども、お、他のショットが見れるわけですね、はい、でこちらは、こちらはこういう衣装にしてほしいっていう提案があったんですけど、どこにもなかったので自分で襟と袖とスカートを作りました、すごいじゃないですか、コツコツと、夜も寝ないで昼寝して気づいたら夕方過ぎて気づいたら夕方過ぎて夜ご飯食べずに朝食べてまた寝て人の 1.5 倍寝てんじゃねえかっていう状態ですか、はい、そうです、で完成しました、大して時間かかってないってことですね大してかかってないですこの程度はかからないです、いなるほど、はい、僕もだから糸から全部これ縫いましたよ糸から縫いました、糸から縫いました、糸からこうこううガチャンガチャンつガチャンガチャンって布をこう作るところからこうやりましたよ、なるほど、うん、それはかなりの手間ですね、うん、まあ、覗かないでくださいってやりましたよ、鶴がやってんですね、うん、いやいや、まさきやってんですけどなるほど、作りました、だからもうネクタイ以外は自作です逆になんでネクタイ買ったんですかいや、ネクタイはだって作るの難しいじゃないですか、難しいからですよ、なるほどなるほどなんか差が分かんないですけどねそうですか糸からこうやってんのに素材の問題じゃないですか、うん、この
ここに通す素材なんかこれちょっとなんかモーニング娘っぽくないですかなんかこんなんありませんでしょこんなありますねよくご存知めっちゃ知ってるじゃないですかこれ知ってますよだってアセアンの仕事してましたもんだってなるほどなるほど、はい、あれですね私の衣装はなんか懐かしい感じですね、はい、自分が自分がはい以前のなんか自分の衣装の敬礼等になんか戻ってきたなみたいな感じで懐かしい感じですね、うん、ライブの時とかそういうの着てましたもんね、うん、そうですね、うん、どちらかというと僕はこういう感じなフォーマルというかシックというかなものが好きというか多いのであそうなんですかはいそうですよ、うん、奇抜なのは苦手なんですか苦手やっぱそういうのはメインボーカルが来た方がいいんじゃないですかそういう感じなんですね、はい、うんだって普通に考えてですけど鍵盤奏者のこと見ないですもん見てるから、うん、見てるから見てるからガンプラが届くんですよなるほどなるほどそういうことだったんですねそうですよなるほどただ結構こういうのとかはね派手ですよね派手ですね、うん、上に羽織るのとかね、うん、ポイントでありますよね、そうですね、派手なのがあと楽器が派手すぎますよね僕の場合ねゴールドとか楽器はねそう光ってますよね金ピカ金ですからね金ピカ金ありますね、うん、楽器メインですねそうですねさあ、はい、じゃあ対決シリーズをというところでもうお時間ですよなんで今週は、はい、今週のリップデリバリーマンデーは初めてフリートークでしたあ、はい、たまにはこういうのもいいんじゃないですかこういうのやっていきましょうよたまにはですねたまには、はい、ね普通ネタとか話して、うんうん、じゃないですかはいじゃあ普通ネタで今度話してほしいっていうのをねリクエストをコメント欄にお願いしますそんな話こういう話を聞きたいですっていうねうはい大して話せると思いませんけどまあいいじゃないですかはい、はい、じゃ終わりましょうリップセレクトのまさきとあゆみでしたー